トミカ35周年記念、懐かしのカタログ付きトミカ、1977年版、マツダコスモ AP リミテッドです。で、まあ当時のカタログを再現したカタログと、あとこちらが箱ですね。で、あと中身になります。後ろはこんな感じです。それでは開封していきます。 こちらが1977年版のカタログを再現したカタログになります。後ほど紹介します。で、こちらが箱ですね。ナンバーは55番で、スケールは1 64分の1になります。で、マツダコスモ AP リミテッドと書かれています。で、ボディカラーは赤ですね。で、箱はま、こんな感じになってます。 でこちらが中身になります。で、前はこんな感じになっています。ナンバープレートの部分にはコスモと英語で書かれています。で、後ろはこんな感じです。で、上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。 メンドインチャイナ中国製になります。で、マツダコスモ AP リミテッドと英語で書かれています。で、スケールは1 64分の1で、ナンバーは55番ですね。で、トミカと英語で書かれています。で、アクションとギミックは、サスペンション。少しサスペンションが硬い感じがします。まあ、サスペンションと、左右、ドア開閉になります。 で、内装はこんな感じです。で、走りはこんな感じです。それでは1977年版のカタログを紹介していきます。まあ、パラパラと紹介していきます。 以上、カタログの紹介でした。以上で、懐かしのカタログ付きトミカの紹介を終わります。